でもいろんな顔ありますよね、はい、小説家としてもね。ああ、まあ本も書かせていただいてますね。もう先生も、あ、お読みになってます。あ、はい、読みました。今回ノミネートされたということで、はい、はいはい、おめでとうございます。ああ、嬉しそうじゃないですけど。いやいや、なんか嬉しいんですけどね、もちろん嬉しいです。でもちょっと不安もありますよね、やっぱりね。まずそれを、知らせを聞いた時にはどんな、そうですかっていう感じでしたね。あ、綾部さんは何か言ってましたか。綾部は、知らなく、言ってなかったんで、で昨日その報道でネットニュースとかで出てみんないろいろ言ってくれてたんですけど、知らなかったみたいで、夜中にこう自分の携帯見ながら、俺の携帯のネットニュースなんか遅いんだよなって言ってました。お前の記事出てるかっつって、だいぶ夜中に知ったみたいですけどね。42万部ということなんですけれども、はい、その実感っていうのはありますか。そうですね、やっぱり僕日常的に書店によく行くんで、その時に目立つところに置いていただいてたりすると、うわ、あるっていうふうに思いますね。あれですか、印税でまた本を買ったりするんですか。そうですね、やっぱり本は買うでしょうね、買い続けるというか、その資金に。そうですね。でも候補に選ばれたってだけですごいことだと思うんですけども、はい、実際は、はい、取る自信はあります。いや、自信はないですね、正直。はい、何パーセントぐらい自分の中では。何パーセントというよりは、取れるかな取られへんかなっていうようなことよりは、そのどういうふうに読んでいただけるんやろうっていう怖さとか期待とか、そういう感じですかね。もう文豪ですもんね、今の段階でも。なんか文豪っていうと、僕はイメージはこうね、もうちょっとこう風格あるというか、なんか顔50代60代ぐらいの太宰もあんまり文豪っぽくはないですもんね。そうですね、はい、顔つき変わってきましたよ、言われません。いや、相変わらず不健康とは言われません。文豪っぽい顔とは言われたことはないですけどね。今まで出版されたり部数が多いってことでの、ニュースも多かったと思うんですけども、はい、今回芥川賞にノミネートされたってことを受けての報道の中で評価も高い声も出てると思うんです。そういうのを見てどう思いますか。そうですね、やっぱりちゃんと読んでくださって、ここが面白かったとか言われるとやっぱり嬉しいですし、でもちゃんと読んでくださった上でここがとか言われても、それはなんかすごいやっぱり納得できる意見もあるんで、読んでいただけることが嬉しいというか、読まずにやっぱりその芸人が書いたものを読むかみたいなのはね、傷ついたりするときありますけど。これ初めて候補になったって聞いたとき、正直どう思いました。最初ですか、最初移動中、車の中で聞いて、最初なんか結構複雑な名前のあれなんですよね、文芸振興会みたいな。で、僕のその担当の編集の方から、ちょっと文芸振興会の誰々さんに変わりますって言われて変わるんですけど、僕その時に何のことかわからんかったから、ものすごい偉い人に怒られんねやと思って、なんかいらんこと言うたかなとか思ってたら、なんかそういうことやったんで、あ、本当ですかって、分かりましたって。で、その候補作になる意思ありますかみたいな。意思がやっぱし本人の意思が、あ、なんかそこで断る、辞退する方ももちろんいるみたいで。いるんですか。でも、ありがとうございますっていうことで。選考会まであと約1ヶ月ぐらいあると思うんですけど、はい、まあそれまでにこう受賞するために願掛けするとか、芥川龍之介の墓参り行くとか、なんかそういうこうなんかご本人なりのこう工夫っていうのは。そうですね、なんかね、もう書き終わってもうたもんなんで、願掛けというと難しいんですけど、どうせなら次のね作品書き始めるとか、この1ヶ月ぐらいで始めれたらいいなとは思いますけどね。あ、もうそういう構想があるわけですか。あ、構想今からして書き始めれたらいいなと思いますね、はい。よくこういう時ってね、
はい、何々取ったらなんかするぞっていう公約みたいなのが実際なんか必ずするんですけど、はい、なんかしてもらっていいですか。だから僕はそれをしないっていう新しい選択をしたい。公約しろ言われてもせえへんかったっていう。特に今の気持ちを定番で一発ギャグで、はい、いや、やめてくださいよ。なんでそんなこと言うんですか。必勝宣言で、でもね、本が出たんでぜひこの本を読んでいただきたいと思います。はい。